皆様、本日はお忙しい中、新価値創造展2017にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。それではただいまより、サムテックイノベーション株式会社、高本智久様よりご講演いただきます。それでは高本様、よろしくお願いします。おはようございます。岡山の津山から来ましたサムテックイノベーションズの高本と言います。今回新価創造展に出展いたしましたのは、我々 の特許商品の光で、異物を検査する機械を開発してやっております。岡山県の津山市というすごい田舎から出てきたんですけども、現在8年目になっています。で、当初は昭和63年に実用新案を取ってたベルトコンベアで、これを製造していたんですが、これじゃなかなか競争力がないので、特許取ったのは次の商品になります。このコンベアが色の三原色、光の三原色ですね、RGB のLED を使うことによって、バックライトで、異物を見やすくするという目視検査による工程で、異物を検査しやすくなるものを開発しています。こういった画像のように、左端の黄色いのは錦糸卵、それからその下はカット野菜ですね、レタスとかそういうのを見ています。その右側はピンクのエプロンつけてるのはエビですね、むきエビのゴミとか殻とか残ってないかを確認しています。で、右端のように青とか赤とか色が変わってますが、こういうことで色を変えられるのが我々のベッドコンベア の 特許になっています。で、実際にこの特許がどういうところに使われているかの動画をちょっと お見せします。一番最初に出るのがこれ、ネギですね、カットネギで、カットネギも皆さんスーパーで買われるときはゴミが入ってなかったり安全安心なものになってるんですが、工場ではこういうベルトコンベアで流れながら LED の光でですね、異物を目視検査で見つけるようにしています。で、我々のこの光の技術で異物混入が4分の1になったとお客さんの方は言っていただいています。このように流れながら、流れ作業の中で目視で異物を見つける工程で使われています。で、コンベアの後はコンピュータースケールっていう機械に入りまして、ほぼ無人でパック詰めをされていきます。これは乾燥ひじきですね。ひじきの中もやはり海のものはいろいろ釣り糸だったり針だったりゴミが多いので、日本の食の安全安心はこういう検査がすごくきっちりしていますんで、これにも我々 の上からの光ですね、上部からの光で、色を変えながら物を見ることで異物を見つけやすくしています。ちょっと端折りながら、これはカット野菜工場ですね。で、カット野菜もこれリーフレタスなんですが、大手コンビニエンスストアさん のベンダー工場で私たちの光は使われています。で、これはキムチの原料になるレタス、白菜ですね、ごめんなさい、白菜の工場でも我々の光るコンベアの技術が使われています。これもまた別な食品工場で、カット野菜の工場で、これも緑色の光を出しながら検査を、目視検査をしています。これもカット野菜の工場です。今だいたい170台ぐらいは納入してるんですけども、カット野菜はこれからもどんどん国産の野菜が多くなりますので増えてきます。そういう中で我々のこの技術が使われています。この辺は静止画になるんですけど、いろんな放送後の
ピロー包装の後の検査とかですね、まあ、こういうところにも我々の光の技術は使われています。で、まあ、この光の技術が今ちょっとこれは我々の会社が岡山県と東京都の足立区とそれと台湾の方の桃園に出張所を作って今活動しています。で、受賞歴は、まあ、数々いただきました。こういう感じで受賞しています。で、現在開発中 の, 製品群の一つで、先ほど の, 光の色によって目視検査で違いがあるというのがよく分かってきたので、この手術室の無影灯をですね、今開発をしています。だいたい手術室っていうのは白色の無影灯しか多くないんですが、我々はRGB の光の三原色を使ってピンクだの黄色だのの光でお腹の回復手術をした場合に見ることによって手術の時間が短くなったりとかですね、まあ、そういう効果が出るだろうということで、やっています。で、大体この私たちの光の技術がですね、ほとんど今の現在のお医者さんでは否定論が多くて、通常の光で大丈夫だっていう話なんですが、まあ、ここに他社のちょっと時間があるんで、海外製の類似品を見ることで、まあ、海外ではもう光の色がですね、使われ出しているっていうことが分かります。でもこの海外のはちょっとだけお見せするんですが、赤だけが入って、我々がやろうとしているのはフルカラーでやろうとしています。 Quasar E-Lights has been designed and built in the UK by Brandon Medical with inputs from world。 これちょっと音が大きいでちょっと小さくします。で、これはちょっと海外のイギリスの製品なんですが、これと同じようにこれ今赤が入っています。で、お医者さんはその現在は白の光で日本の手術は見てるんですが、このように海外のものでも赤だけ入ってることが分かると、我々のその緑とか青を入れた無影灯も必要だろうということで、まあ、これが今回の新価値ということでですね、やるようにしています。で、私たち のこの無影灯は、来年の4月には東京の同じビッグサイトのメドテックっていう展示会で発表するようにいたしております。まあ、これは他社製品なんで、ちょっとまあイメージをつかむものでちょっと出しただけなんですけど、で、我々のこの光の技術はですね、細胞診という臨床検査技師が使う光も、この多色光が非常にがん細胞を見るのにも有効であるというのがだんだん分かってきたんで、これを使うようにしています。で、開発の製品群としては今漁船で使う漁船でイカ釣り漁船とかだいたい白い光が多いんですけども、我々フルカラーで色を変えることによって魚の種類を分けて集めたりとかですね、まあ、そういう可能性があるということでこれを開発しているのと、自動車のヘッドライトもだいたい白が多いんですけども、今僕たちでそのピンク色のヘッドライトとか黄色いヘッドライトとか自由に変えるヘッドライトを今世界特許を出して、これを申請して開発中であります。もう一つ最後はこのトンネルですね、トンネルの光も通常は白なんですけども、先で事故が起きたりすると黄色に変わったり赤に変わったりすることで注意喚起ができるということで、僕たちはこのトンネルライトも今開発をしています。だいたいお時間が来たんで、あれなんですが、僕たちはこういう小さい少人数の10人ぐらいのやってる岡山の津山っていうところのメーカーなんですが、私たち東8ホールの、I の13番にブースがありますので、ぜひご関心がありましたらうちのブースに寄っていただきたいと思います。よろしくお願いします。